を許した則本、これで自身5連敗です。2点を追う西武は7回、ランナー1塁で8番中村。今日2本目となるホームランで3対3追いつきます。そのまま9回、ツーアウトながら2塁1塁のチャンスで1番秋山。ここはレフトが追いつき、試合は延長戦の末引き分けに終わりました。ストレートとスプリットのみで無失点を続けるダイヤモンドバックス平野。スプリットの握りからストレートで見逃し三振。しかしその後連打を浴び